えー、YouTube 聖書新学校の聖書貯論の時間となりました。えー、今日は、えー、ガレタイペトの手紙となります。えー、早速学,学びをしていきたいと思います。えーえー、ガレタイペトの手紙、貯論、えー、著者。このお手紙の著者はパールであると語っており、一章の一節と五章の二節。 またその内容はパウルの信仰記念の距離の特色,特色を非常によく示しているのでパウルの著作であることは明らかである執筆年代49年頃あるいは53年から55年頃実際については宛先と執筆場所の項を参照、えー、宛先と執筆場所この手紙が書かれた当時、えー、ガラティアという言葉は地理的な意味と政治的な意味の2通りに使われていた 地理的意味でのガラティアは小アジアの北の中央部すなわちピシデアのアンテオケイコニ,ニコニオムルステラテルベなどより北の部分を示して,示していたこれに対して政治的意味でのガラティアは全25年に制定されたローマの属州としてのガラティアでありこれには序実の町々とさらにその南の地域が含まれていたさて えー、問題はパウロがガレティアの諸教会へ、えー、一緒の一節というときどちらの意味でのガラティアを指していたのかということであるそして、えー、パウロが地理的意味における北ガレティアの諸教会にこの手紙を書いたとするなら、えー、彼は第2回伝道旅行の際にこの地方に行き人の働き十六章六6節、えー、教会を建設したことになる、えー、そして第3回伝道旅行の折に、えー、もう一度この地方の 教会を訪ね人の働き18章の23節、ガラタイプの手紙4章の13節の最初という表現は2度訪れたことを暗示しているその直後に書いた二章の書いた1章のクセそんなにも急にと考えられるこの立場を支持する理由はパウルは地名を地理的意味で用いる習慣があるのでガ,ルタのガラティアの場合も地理的意味における 北ガラ,ガラティアを指していたと考えられるからである。この立場を取るなら、執筆の場所はエペソ53年頃かマケドニア55年頃ということになる。しかし、政治的意味の南ガラティアであるという説を取るものもある。この立場を取れば、ガラティアの諸教会はパールの第1回伝道旅行の際に建設されたことになる。そしてそのとこれらの主教会を これらの教会を再度訪問して、人の働き14章21節、アンテオ家に帰った。その直後にこの手紙を書いたと考える。従って、アンテアオ家から49年頃書かれたことになる。この後、エルサレム会議が開かれる。この立場を支持する理由は、パウロは地名を用いるとき、ローマの属州の名を用いる習慣があること。もしエルサレム会議後に書かれたなら、この手紙の割例問題に、 関する議論で会議の決定に言及して当然であるのにそれがなかったということは会議以前に書かれた可能性が十分にあるということである。執筆事情パウロがガレキアの祝謀会を最後にれ訪れた後にユダ,ヤ人ユダヤ主義者が来て救われるためには割礼を受けなければならないと言って人々を惑わしたそしてパウロの首都職について攻撃した。 これらの問題に対処するためにパウロはこの手紙を書いた、えー、特色この手紙はーローマ・人への手紙とともに信仰義人の距離を強調しているまた12章における記述はパウロの生涯についての重要な資料を提供している、えー、5章におけるキリスト社の自由5章の1節から15節聖霊の実5章の22節と23節なども重要である主題 しかし、人は立法の行いによってはきっと認められず、ただ、キリストイエスにしを真る信仰によってきっと認められるということを知ったからこそ、私も、えー、キリストイエスを信じたのです。えー、2章の16節。はい、えー、これで、カラタイピの手紙の貯論を終わります。えー、次回の聖書貯論でお会いし,しましょう。YouTube 聖書進学校の学びでした。えー マスーでしたまた次回のときにお会いいたしましょう。Shu again this passion please you.Shallow bye.